ありがとう。早速いっぱいお星様ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。カッパエリーありがとう。クマちゃんありがとう。ありがとうカッパエリー、ありがとう、ありがとうございます。皆さん、あ、すごいすごい、いっぱいありがとうございます。お星様いっぱい飛んできてるありがとう。あ、待って、え、ももはちゃんありがとう。くまちゃんありがとう、ありがとう。今ね、ちょっと待ってね。そう、あの今日からあのクリスマスイベント2部を無料配信して、あの多くの方にタカネコちゃんをあの広めようというこの配信イベントが始まりました今日からねスタートしたんですけど、そう、みんなで、ね、あの6時かな、なんかリレー配信みたいな感じで、そう、順番になんか配信してってるんですけど、私は9時からで、そう、今日からね始まって18日まであるので、よかったら最後まで楽しんで見ていただけたらいいなと思います。そう、ちょっと待って、テロップ書こう。こんばんは。クリスマス配信イベント、3月、はい、よいしょ。そう、今日からね配信は始まりましたね。こんばんは。そう、よかったね、もう早速ねいっぱいねお星様とか投げてくださってるんですけど、よかったらお星様とか投げてくださったら、余ってたらあの投げてくださって嬉しいです。あのね、いろんな配信とか見に行くと思うんですけど、配信ちょっと見たらお星様無料でもらえるので、よかったらあのいいよっていう方はぜひ投げていただけたら嬉しいですそう、18日まで皆さん一緒にこのイベント盛り上げてほしいです。力貸してくださいあ、なおちゃん、あれ、こなおちゃんだよね、でもかわちいだね、だって。なおちゃんありがとう。なおちゃんかわちいよ。こちら集めてくれ、ありがとう。なんかそういろいろねあるんですけどね、難しい。そう、でもお星様がもしそう余ってたら、あの10個ずつ連打で投げてくれたら嬉しいです。そう、お星様とか、あのあとギフトとかもなんですけど、その10個とか10連で送っていただけるとポイントが 1.2 倍になるので、そう、無理はしてほしくないので、もう ご無理のない程度にぜひ一緒にこのイベントを参加してくれたら嬉しいなと思ってます。あ、お疲れ様ですそう、今日はねさっきまでね、あの昨日からちょっとプチ旅行行ってて、さっき帰ってきたんです。どこ行ってたと思います待って、いっぱいね、いっぱいありがとう。わー、ありがとうね。ちょっと待って、のんたん、あ、待って、あれ、さいさい読んだかな、さいさい読んだっけ、さいさい、くまちゃんありがとうね。
ありがとう、サイサイ。のんたん、のんたん乾杯、ありがとう。やばい、のんたん乾杯。ちょっと待って、乾杯、ありがとう。あーちゃん、ありがとう。くまちゃん、ありがとう。まさき、まさき、ありがとう。ありがとう、くまちゃん。あ、石井ゆうや、ありがとう。あれ、あ、違うわ、なんだこれ、ラブレター。ありがとう。ありがとう、いっぱいいっぱい、ありがとう。歌、いっぱい、ありがとう。レインボースター、ありがとう。ありがとうね、みっちゃん、こまちゃん、ありがとう。え、すごい、みんなありがとう。ノート、ありがとう。レインボースター、ありがとう。ライト、ありがとう。キーホルダー、いっぱい、ありがとう。ひろひろ、タコさん、タコさん、ありがとう。あ、待って、名古屋、あ、そうそう、名古屋、名古屋行ってました。アフリカ、なんで。どっから来たの。そうだよ、名古屋、名古屋に行ってたんです。そのお友達と3人なんですけど、そのあのなんだっけ、名古屋であのアジアアーティストアワードっていうのがやってて、それをあのお友達に連れてってもらいました。それ見に行ったんです。いっぱい、たくさんのね、あの俳優さん、韓国の俳優さんとか女優さんとか、あと K-POP アイドルさんとかいっぱいいて、めっちゃ楽しかった。ジブリパーク、あ、ジブリパークも行きたいけど、そう、違うんですよ。こんばんは。そう、名古屋行ってました。めっちゃね、楽しかったの。昨日はもうずっとライブを見てて、え、そうそうそう、AA 行ったの。そう、めっちゃ楽しかった。なんかあの結構あの K-POP アイドルさんの曲聞くんだけど、ソウルンちゃん見た。あのね、 MC やってて、そうで、結構ねアリーナ席だったからね、めっちゃ近くて、もう肉眼でもう見える、見えて、そのパフォーマンスしてる時とか、そう、誰が誰って認識できるぐらい、そう、めっちゃ見えてね。いつもモニターも、大きいモニターとかもあったんだけど、もう生でパフォーマンスしてる、ステージで踊ってる姿を肉眼でもうめっちゃ目で追って見てた。そう、めっちゃ楽しかった。そう。そうなんですよ。アンニョン、アンニョン。あ、花火？あ、そうか、ちょっと待って。ありがとう、ハートいっぱい、ありがとう。羊、レインボースター、ありがとう。ありがとうね。ナオタ、レインボースター、ありがとう。ありがとう。キッちゃん、キッちゃん、クマちゃん、ありがとう。キューピットクマちゃん、ありがとう。マッツン、かわいい、ありがとう。嬉しい。牛タン、レインボースター、ありがとう。ヒロヒロ、タコさん、ありがとう。あれ？読んだか？あれ？読んだっけ？もういい。そう、宮脇さくらさんも見れました。そう、めっちゃね、結構ね、すごいかな、あの K-POP アイドルさん。あ、すごい、なんか出てきたけど、すごいかなね、 K-POP アイドルさん生で見れて感激して、すごく刺激をもらいました。だから私ももうね、すごいってなったから、そう、私もそういう風にみんなが思ってもらえるように頑張ります。え、フル、あ、ね、そうだね、配信されてたんでね、映ってたかな、わかんない。でも一回もモニターとかで、そう、向かえなかったけど、わかんない、いたかな、映ってたのかな。
こんばんは。好きな K-POP か、最近だと、でもわあ、なんだろう、でも NMIX さんのなんていうの、 OO っていうのかな、そうデビュー曲と、あとIVE さんのアフターライクが好き。でも結構ね、広く、なんかそんな詳しいわけじゃないんだけど、広く浅くって感じでめっちゃそう聞くかな。そう、知ってる K-POP アイドルさん多くて、あ、すごい1000人超えた、ありがとう、ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。あとね、一回な、休憩時間みたいなのがあって、その時になんだっけ、ホノピーのさ、人コミュニケーションズみたいなの、CM めっちゃ流れてきて、ホノピーじゃんと思って、そうめっちゃね、大きいモニターっていうか、スクリーンの、そう3つぐらいあって、でそれで毎回ね、ホノピーのね CM が流れてきて、あ、そう、人コム流れてきてね、ホノピーだと思って、写真ね、動画撮ったお化粧、嘘、変わってないです、変えてないよ。頑張れ、ありがとう。嘘、嬉しかったですね。鼻の間と、あ、本当に、そうだ、確かに、めっちゃ発色してるけど、なんかさ、なんかまご、この斜めに入れちゃったかな当たるか、私も好き、いいよね。そう、生でパフォーマンス見れて、ラブライブ、そう、ラブライブからのアフターライク歌ってた。ワニョンちゃんも、ワニョンちゃんも好きだし、あと、でもみんな好きです、みんな好きすぎて決められない。でも NMIX さんはヘオンちゃんが好きで、そう、ヘオンちゃんめちゃめちゃ好きなんです、最近の推しこんばんは。頑張った、ハートを投げ完了、ありがとう、ありがとうございます。誰か似てる、本当に、誰に似てる、なんかあんまりさ、この人に似てるみたいなさ言われないからさ、気になる誰に似てるかな。ありがとう、いっぱい、ちょっと待って、ちレインボスさん、ありがとう。のんたん、ソフトクリーム、ありがとう。野菜さん、サッカーボール、ありがとう。完熟バンパイア、キーホルダー、ありがとう。くまちゃんのキーホルダー、ありがとう。マッツン、くまちゃんのキーホルダー、ありがとう。コウキ、レインモスター、ありがとう。いっぱいありがとうございます、ありがとう。エリーニーヤンでヘヨンちゃん、ヘヨンちゃんに出ると思う、そう、嬉しいだからさ、ヘヨンちゃんみたいになりたいから、一回もう前髪なくそうかなって思ったもん無理だけど、あ、待って、待ってね、さくらちゃん、ありがとう、くまちゃん、ありがとう。ジュリピー、ありがとう。ジュリピー、かわいい、このなんか三択まちゃんと、ありがとう、ありがとうね。待って、ちょっと書く、そう、それで、あ、そう、ちょっと待ってね、1000人超えたから、え、なんか目標達成って書いてある、すごい、レベル3になった、ありがとうございます、すごい、もうずっとお星様いっぱい投げてくださって、ありがとうございます。今日後楽園さんいて、ありがとうございます。そうなんです、今ね、ラーメンとか餃子の後楽園さん知ってます？行ったことあるかな？
そう、ぜひね、あのももみくの、そう、私とみくるんでなんか店内放送で流れるのをなんか収録したんですけど、ぜひハッピーなお話が聞けちゃったりするので、よかったら聞きに行ってください。何のお話してたかぜひ聞いてみてください。ラーメンを食べながらぜひ聞いてもらえたら嬉しいなと思います。そう、あとね、可愛くてごめんとかもね、そう流れているので、そう、私はまだ行けてないんですけど、もし近くにあるよって方とか行ってくれたら、あの嬉しいです。行ってみてください。目がクリクリ落ちてた、その前のとこ、え、本当に嬉しい。嬉しすぎる。後楽園行ったことないかも、行きたい。え、行ってみて、ぜひあのラーメンを食べながらももみくの話聞いて、あと、じゃももみくのお話聞きながら、かわいくてごめんも聞いて、ラーメンも食べて、ぜひ幸せな気持ちになって、ハッピーな気持ちになって帰ってください。ハッピーになるか分かんないけど。でもね、早速さ、行ったよっていうさ方多くて嬉しい。今名古屋のホテル泊まってるんだけど、テレビのリモコンなくなっちゃった。え、そうなの？大丈夫？どこにやっちゃったの？リモコンってなくなるの？で、ラーメンを食べながらニヤニヤした。本当に？ありがとう。早速さあね、もう見に行ってくれ、あ、じゃあ聞き、後楽園さん行ってくれた方ありがとうございます。考えただけで最高すぎる、本当に。ぜひぜひ、そう、もみくで頑張ってちょっとねおしゃべりしたのでね、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいなって思います。ちょっと待って、チュリピ、あ、やばいやばい、ちょっと待ってね、チュリピ、そう、みんな本当にありがとうございます。ニヤニヤすぐ食べれないまでやね、本当に。ダメだ、ラーメン伸びちゃうから、ちゃんと食べながら、そう、聞いてくださいね、聞いてね。伸びちゃうよ。あ、そう、ポーラクエン、そう、ポーラクエンってきて、ポシカツ、ポシカツ。あ、アイズワンさんも大好きだった、そう、めっちゃ好き、今でもね曲ね聞くよ。あ、今日もね、あの新幹線、そう、新幹線で帰りに一人でね乗って帰ってきました。そう、切符もなんかその場で、そう、直前で買って、で一人で新幹線乗って帰りました。で降りるまでさ、そう、いつもだったら、そう、みんなとかさ、あの遠征とかで、ね、遠征ライブとかだったらさ、みんなで、あれじゃん、帰ってくるから、自分が降りるときに、そう、寝てたら自分が降りるときに起こしてさもらえるけど、急に、そう、一人だからさ、でもめっちゃ眠くて、で寝ちゃって、でもし起きなかったらどうしようと思ったけど、大丈夫だった。ちゃんと大丈夫でした。そう、みんなね、ありがとうね、すごいいっぱいありがとう。え、待ってね、ちょっと待って、ありがとう、そう、ありがとうございます。みんなね、ギフト投げてくださる方も、王様いっぱい投げてくださる方、ありがとうございます。今日はね、あの初日なんですけど、すごいみんないっぱい協力してくれて嬉しいです。でも、あの、ぜひそんなご無理ない、ご無理のないように、無理しないでくださいね。そう、無料でも全然あの応援できるので、お星様なんだっけ、お星様10連とか、お星様を投げてくださったりとか、あとなんだっけ、そう、カウントだ、カウント、なんか、これね難しいんですよ、ちょっとメモったんですけど。そう、難しい。
カウントはあ、やばい、あ、くしゃみでそうだった。そう、1から1から50まであって、それをその1送信2送信っていう感じで、それを50まで数えていくんですけど、なんか今いくつかなーって、そう、今いくつかなってなっちゃう時があるので、それだけ気をつけてもらえればいいなって思うんですけど、1から50はコメント欄には載らないので、コメント欄を埋めちゃうこともないので安心してください。なのでよかったら、そう、ここのさ、アバターさんの上にさ、このカウントあるんですけど、こんな感じでされるので、もしお時間ある方とかカウントしてもいいよって方がいたら、そう、分からなくなっちゃうよね。私も絶対途中で分からなくなっちゃう感じする。待って待って、手が進んでないよそう、18日までイベントあるので、よかったら一緒に、高猫ちゃんと一緒にこのイベントを盛り上げてくださったら嬉しいなと思います。ありがとうございます。よいしょ。で、ちょっとサンタクマ、お星様そう、お星様って言っちゃいます。よいしょ。あと間違った数字でカウントするの、あらあらすごいみんなあらあらあらしてる難しいよね。確かに慣れるまでがね、そうだよね。私もなんか分かんなくなっちゃうもん。久しぶりの星投げとカウントですね。そうだね、ありがとう、みんなのおかげで、すごいレベル3だよ今。ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。うん、ちょっと待って、ちょっとチュリピに書いてます。あとちょっとね、サンタクマちゃん書いてみたけどちょっとサンタ帽子とかかぶらせてみたけど、ちょっと難しかった。ありがとう、ありがとう、仕事頑張れます、ありがとうね、お仕事頑張ってね、またイベントで会えるの楽しみにしてるね、ありがとう、いつもありがとう。ありがとう、ジュリピー。ありがとう。みんなもいっぱいありがとう。どこまでやんだ？アキさん、アキさん、クマちゃんキーホルダーありがとう。ありがとう。萌え、レインボースターありがとう。カッパエリ、レインボースターありがとう。シカちゃん、レインボースターありがとう。
と、桃八、キューピットくまちゃん、ありがとう。ありがとう。のんたん、サッカーボール、ありがとう。これあれかな、ワールドカップがあるか、サッカーボールあんの。次は八ポチ、ありがとう、くまちゃん、ありがとう。あ、牛タン、結婚して、ありがとう。結婚して、ありがとう。のぼる、くまちゃん、ありがとう。ありがとうございます。目が、おなじみの目で可愛い、ほんと？そう、目。これね、一本一本ね、いつも、部分つけまでつけてるんです。あれ？なんかすごい、可愛いのが飛んできた。ああ、ありがとう、のんたん。のんたん、ありがとう。なんかすごい、初めて見た。あ、くまちゃん。くまちゃんのトロフィーみたい。なにこれ、可愛い。なんて名前なんだろう。ありがとう。書くね。そう、それでね、なんだっけ、名古屋のね、話に戻るんだけどね。その、ライブ見に行った後に、手羽先食べに行きました。手羽先と名古屋名物だっけ？名古屋名物の手羽先と、あと、今日はお昼ひつまぶしも食べた。トロフィータン、ありがとうございます。めっちゃ美味しかった。なんかさ、観光とかしてもう絶対名物は食べたいじゃん。そう、名古屋のご飯めっちゃ美味しかったです。プチ旅行。そう、高校の時のね、お友達なんだけどね、今もずっとね仲良くしてくれて、そう、大好きな人たちです。大好きなお友達。手羽先うまく、なんかわかんない、食べ方合ってんのかな、どうやって食べるのか正解なんだ。あ、そうなんです。なんだっけ、そうだ、先に言ってなかった。ショールームと電話番号を認証させないとポイントが反映されないので、なんか初めてイベント参加するよって方、ぜひショールームのアカウント設定から電話番号を承認してください。名古屋本当グルメね、グルメ多いよね。他、味噌煮込みうどんとかもあるよね。あと、小倉トーストとかも食べたよ。そう、やっぱね、ご飯はね、ひつまぶしはね、今日ね食べに行ったの。めっちゃ美味しかった。そう、ひつまぶし美味しいし、めっちゃねテンション上がった。もうなんかね、ツヤがすごかった。そう、めっちゃ満喫したし、あとその3人でね、お友達3人でいたんだけど、その昨日の夜にお友達が誕生日だったんだけど、サプライズした。そしたらめっちゃね喜んでくれた。よかったよかった。やっぱサプライズとかね楽しいよね。もういくつになってもこういうサプライズは嬉しい。味噌カツ、あ、そうだ、味噌カツ、あ、味噌カツも食べた。あ、きしめん、え、きしめんってさ、ちょっとさ、麺が麺細くてさ、こうちょっとこういうなんていうの、平たいやつかな、それかな。あ、すごいいっぱい、ありがとう。味噌カツね、美味しかったよ。味噌カツ、でもね、ひつまぶしめっちゃ美味しかった。確かに名古屋ね、そう、次はね、みんなとも行きたい。名古屋ね、まだね、
大阪は大阪と福岡博多はあるけど。30万ポイント、あ、本当だ、そう、いつの間にかレベル4になってる、ありがとう、ありがとうございます。モーナこんばんは、こんばんは。うん、うん、ありがとう。みんなね、イベントの説明とかもねコメント欄にしてくれてありがとうね。あ、高猫ちゃん愛知県は全力で、え、本当に？おもてなし、何、何してくれる？高猫ちゃんの可愛くてごめん、後楽園さんに聞けて嬉しかった。え、いいな、私もそらーめん食べながら聞きたいな。確かにね、え、いいね、自分たちの曲がさお店の中で流れてめっちゃいい、聞きたいとか絶対か、そのそれ流れてるのさ録音したくなる。たまにさ、そラサイの時もさ、待って、なんだっけこれ、クマなんて書こう、クマトロフィーカフェ、カフェじゃない、なんだカフェって、なんだクマトロフィータワー、タワーでいいかな、入るかな、クマトロ、クマトロフィーカフェでいいか、カフェじゃない、なんでカフェって言ったんだろう、怖い怖い、今日さあれなんだ、そうだ、なんかさ今日ひつまぶしさ、ちゃひつまぶしでね、なんか結構並んでて1時間ぐらいね、なんだっけ、1時間待ちだったので、その間その近くのカフェで待機しようってなって、カフェ屋さんをね調べてたのね。だからそれでなんかわかんないけどカフェが出てきちゃってそう、なんかね、カフェじゃないって言ってまたカフェって言ったのさ、おバカだよねもうね本当にね、なんかねちょっとね、おバカ出ちゃうんだよねたまにこんばんは、こんばんは、わ、トロフィーむずいな、トロフィーかけるかな、あ、ちょっと難しい、キラキラつけとこう、わー、ちょっとトロフィーに見えるかわかんないけどちょっと、はい、じゃーん、なんたん、クマトロフィータワーありがとう、なんたんありがとう。ちょっとね、一応ねトロフィーっぽくしてみたんだけどね、どうかなありがとう、のんたんありがとうバンザイしてる、確かに手に見えるね、なんかちょっと細い、体が細いさクマちゃんみたいなね、ちょっと待ってね、後楽園の店員さんにはモモラちゃんについて見せて説明した、したぶん、本当に優しいね、その店員さん優しい、ありがとう、ありがとうね、お写真もね使わせてもらってありがとう、なおたん言ってくれて、初見、あ、配信初です、かわいい、麦さんありがとう、初見さんありがとう、嬉しい、ポチマルこんばんは、あ、なんかさっきもさいなかったで入りしたのかな、思うんだね、本当にそう見よう見まねで書いたからね、難しい、なんかとっさにさ見てさ、スーちゃんとかさ、サーラちゃんとか、高猫さ絵が上手なメンバー、ヒメリとかも上手だし、絵がさ上手なメンバー多いからさ羨ましい、私も絵上手になりたい、
フォローしました、ありがとう。こんばんは、こんばんは。あ、2000人になった、嬉しい。え、似顔絵って、なんかさ難しくない？似顔絵とかなんかさ難しい、特徴とかさ掴んでさこう描いたりするの結構難しい。そう、いいな、どうやって絵を重くなるんだろう。なんかみんながさよくツイッターとかでさ、ももなちゃん描いたよみたいなイラストとか、 それもめっちゃ上手で保存させてもらってます。待って、あ、タナピ、タナピいっぱいありがとう。美味しそうだね、すごく。こんなのもあるんだ、焼き鳥とさ唐揚げ。なんていう、どうしようかなこれ。焼き鳥と唐揚げいっぱいありがとう。ちょっと待って、タナピ、え、これさなんて書こうかな。タナピ、でもさ焼き鳥と唐揚げ、ご飯ありがとうもなんか違うよね。食べ物ありがとう、食べ物かな。え、ななみんな新しいアバター、え、これゆず太郎の、え、かわいい。え、なんあれ、ちょっと待って、ごめん、え、かわいい。これななみんが描いたのかな、あれだよね、あの白の衣装着てるよね、かわいい。いいな、かわいいね。確かななみんも、ななみんめっちゃ絵上手だよね。一回描いてもらったことあるんだ。あ、確かに、ターピー、ごちそうさまにしよう、新しいごちそうさまです。ありがも、待って、あ、あ、よし、オッケーオッケーオッケー、書いた書いた。ちょっとね、もう一個書けなかったけど、はい、ありがとう。ちょっと焼き鳥イメージしたんだけどね、 2個しか書けなかった。ありがとう、タナピー、ごちそうさまです。ありがとう。ありがとう。ありがとう、タナピー。そう、クマちゃん、クマちゃんのちょっと串焼きみたいなのしました。ちょっと待ってね、続いてはいっぱいいっぱい来てるね、ありがとう。ほのりん、ほのりん、レインボースターありがとう。あ、これなんて読むんだろう、なんかほのぴーのさアバター使ってる、なん、あい、あいさん、これなんだろう、なんかさバーコードみたいになってる、なんだ、何さんだろう、アイ、アイさん、なんかいっぱいありがとうございます。レインボースターいっぱいありがとう、ありがとうね、ありがとう。歌、結婚してありがとう、ありがとう。鉄、鉄さん、もうレインボースターありがとう。タイ、あ、違う、ほのりん、ほのりん、虹？レインボー？ありがとう。いっぱいありがとうね。マッツ、ソフトクリームありがとう。ミク、ミクちゃん、クマちゃんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。顔ついてる？顔ついてる？さっきモナちゃん使ったリップっていろいろ、あっ、とね、T
ディオールじゃないです。待って、ディオールじゃないの。待ってね。え、ね、どれだっけ。ちょっとなんかね、目代わりで買ったんだけどね、ちょっと持ってきてもいい？なんかね、自分のね、何使ってるかね、忘れちゃうね。でもめっちゃね、なんか青みピンクのね、可愛いリップ、そう、見つけて、ちょっと取ってきます。よいしょ。あ、落ちちゃった。よいしょ、よいしょ。ちょっと待って、これ見て、あのね、化粧ポーチなんだけどね、見て、これ缶バッジ当てたやつランダムで、そう、何種類か入っててランダムで当てて、そうで、なんか缶バッジさ、なんかね、買って、その後ね、なんか落としちゃったりとかするかもしれないと思って、なんかあんまりね、そういうキーホルダーとかそういうのあんまつけないんだけど、そう、これつけた。あ、気にしない。あれ、でもね、じゃあこれはね、缶バッジ、訪れやばい、ほんと訪れやばいかな。桐島くんはね、あの、え、あ、見て、桐島くん、あ、つけた、あれ、持ってるって言ったちょっと好きな3人。あとね、この前ね、第2弾のね、ステッカーも引いたんだけどね、とどろきくんね、なんか3枚買って、で、1袋に3枚入ってるのね、だから3袋買って、そのうち2枚ね、あれが出たの、とどろきくん出て、運がいいと思って。そうだよね、多分ステッカーだと思うそう、ステッカーはね、ちょっとね、ステッカーは今コレクション中コレクション中だからね、まだね、あんま使ってない、どこにもね、貼ってない、だから貼る場所、鏡とかに貼ればいいかな、じゃあ、うん、あ、そうなの、え、みやちゃん、なきりみやさん、あ、そうなんだ、え、かりあいさん、初耳、え、たどりきショーツ好きなんだ、え、でも私めっちゃ好きなのかな、私そんな詳しくないけど、え、でも話したいちょっといいな、お話ししたいな。あ、確かにクリアファイル、確かになんかさ、学生、あ、そうだね、そうだわ、確かに。でもあんまりね、ファイル、高校の時とかめっちゃさ、提出じゃない、書類じゃない、プリントプリントとかさ、ファイルとかに入れてたけどさ、今あんま使わないから、確かにそういう使い道があるね。あ、それでね、リップね、ごめんね、本題に入るのがね、ちょっとそうか、リップね、これペリペラだ、これ使ってる。え、これめっちゃね、青みピンクでね、可愛いの。ちょっと今結構ね、これこんな色、めっちゃ青みなの。そう、結構なんかコーラル系のリップを持ってて、で、なんかこういう感じの、訪れやばいかな、大丈夫、そういえばあ、本当に、そう、これめっちゃね、色味かわいいの、最近はこれ使ってます。シューターの TikTok 見てペリペラだと思ってたから当たってる。あ、本当に？そう、よくわかったねすごいよくわかったね。これです。そうで、グロスは、あ、でもグロスはね、ディオールの使ってる、ディオールの使ってます。あとね、そう、最近これね、お友達がね、あの、一緒にね、名古屋旅行にも行ったんだけど、一緒に、あ、そう、じゃあ、お友達が、あの、プレゼントしてくれたの。プレゼントしてくれたアイシャドウ。かわいいでしょ。あ、欲しかったリップだから、あ、本当に、私もね、めっちゃね、なんか、そう、これかわいいと思って、ポチっちゃった。目代わりで、
でリップ欲しいなと思って、で結構なんかそのコーラル系のは持ってたんだけど、こういう感じのなんかもうザ青みピンクっていうの持ってなかったから欲しいなと思って調べてたら見つけて、そう最近はこれ使ってます。恒例行事とか本当に、えこれだって治るんだろう。でもさもう治んないよね、どうなんだろう、治るものかな。でこう、あれこれさ自分で更新とかあったっけ、えでもちょっと怖いな。モーナちゃんの愛用コスメみたいな、あ本当によかった。そうちょっと購入品紹介してみた。あんま気にしてないか、あ本当よかった。いつもメガネと、あ本当に、売り切れ、えそうなの、え人気なんだ。じゃあえ変えたのあれだったのかな、レアかな。わかんないけど、そうめっちゃね、あのくえなんていうの、クーテンさんのねメガリはね韓国コスメとかねちょっと安く買えるからねおすすめだよ。暗めのリップ、え暗めのリップね、ねあんま持ってないかも。え暗めってどんな感じ、なんか暗め持ってないか。でもさたまにそのそういうモデルさんとかのお仕事でなんかつけていただくことあるんだけど、いいなって、そうなんかいいなって思うけど、そう持ってない。でもねつけたい。なんだろうね、なんか暗めのリップってさどんなんだろう。あ本当、あえありがとう、ちょっと待ってね、先にちょっと待って、みくちゃん、くまちゃんありがとう。ありがとう。さっき読んだかな。しげ、くまちゃんありがとう。白猫、ありがとう、くまちゃん。ありがとう。たかひろさん、ありがとう。レインボースターいっぱいありがとう。てつさん、レインボースターいっぱいありがとう。ジャソンちゃん、レイボスターありがとう。たくさん送ってくれてありがとう。深見くんありがとう。キューピッド、クマちゃんタワーありがとう。ありがとうね。青みに合ってたから、ほんと？もう最近ね、めっちゃ青みピンク系にハマってる。だから、なんかね、アイシャドウはね、使い分けてて、あとそう、これもね、これもめっちゃ可愛いの。あ、やばい、なんか、ちょっと待ってね、スマホ映っちゃった。これだとまあ映ってるけど、これも買ったんだけどね、これめっちゃね可愛いの。なんかね、えでもね自分のね結構ねなんかピンク系買ったもね、自分の肌ね集めて描かなきゃ、自分のその塗ったら結構そのなんていうのなんかコーラル系だったりとかするのね。だからそう、でもこれはもうちゃんと青み発色してくれるからね、めっちゃいい。そう使い分けてる、これ使ったりだとかこっち使ったりとか、そうブルベ多分なんかプロの方に診断されてないから何べかね分かんないけど、多分ブルベだと思ってるんだけど。でもね、オレンジメイクとかも、そう、オレンジメイクもね、なんだっけ、撮影とかで、その、一回めっちゃね、オレンジのね、桃べ、ピンクだね、じゃあピンク。そう、なんかね、ブルーベースとかイエローベースって
あるらしいよ。なんかね、あんまわかんないけど。桃部秋？秋なの？桃部秋。そう、オレンジメイクとか。でもね、結構撮影だとね、なんかちょっと赤っぽい、イエベっぽい、なんかその、なんだろう、オレンジ系のコーラル系の赤っぽい感じのメイクされることが多い。な、秋メイクっぽい茶色とかそっち系のメイクねされること多い。あ、誕生日がってことね。あ、そういうことね。これからね、なんかブルーベイツ、あ、そうなんだ。でもね、確かに、あ、そう、つい最近ね、美容院行ったんだけどね、ちょっとだけ、色落ちしてて、で、またブルーブラック入れてもらったんだけど、めっちゃね、ドライヤー終わった後に、あ、すごい肌白く見えると思って、そう、やっぱね、ちょっと黒髪好きだね、私。よいしょ。モーラちゃん来るの遅くなって、ありがとう、あやかちゃん。ありがとう。最近ストーリー見てくれるの、すごい嬉しいよ。こちらこそでありがとう。クリアマリブラ、そう、ブルーブラック。いいよ。かわいいよ、ブルーブラック。なんかね、光ね、当たるとね、ちょっとブルーに見えて、めっちゃ好きなんです。だけど、もうすぐ成人式やって、もうね、めっちゃね、昨日のね、アジアンアーティストアワード見て、そう、黒髪も好きだけど、でも茶髪とかのロングのアイドルさんもいて、あー、いいなって思った。夏とかはね、ちょっと明るくしたくなるよね。モーラちゃんの配信見るためにアプリ入れて、ありがとう。ありがとうね、あやかちゃん。ありがとう。初めてモーラちゃん生で見たときに、色白さにする。え、本当に？嬉しい。嬉しい。本当に。でもね、なんかね、わかんないけど、顔だけはね、めっちゃ白いの。そうだけど、手とかはね、そんな、なんかね、あんまりなの。なんかね、あんまりなんだよね。なんでだろう。そう、ママにもね、この前洗面所行った時に、なんか、顔だけめっちゃ白いねって言われた。普通に、なんかメイクとかしてなくって、すっぴんのお風呂上がりの状態で。ブルーブラック入れて、な、色落ちして、なんかエクステとかもつけてるんだけど、エクステは黒で、で、地毛がちょっと、茶色くなってきて、エクステと地毛の色が合わなくなってきたから、あれ入れたの。ブルーブラックまた入れてもらいました。黒髪も好きだし、ブレネくらいの茶髪も本当に、なんかさ、でもそういう大事な撮影とかさ、アーシャだったりとかさ、そういう時にさ、なんかやっぱり可愛くさ、映りたいじゃん。だからそういう時はさ、やっぱなんか、安定の黒髪がいいかなと思ってさ、黒になっちゃうんだよね。難しい。待って。あ、深見くん書くね。深見くん。よいしょ。こんばんは。私も黒髪だからめっちゃ親近感。あ、本当に？そうだよね。嬉しい。親近感。ももちゃんに会いたいからお金貯めたいね。行くから待って。待ってる。ありがとう。ぜひぜひ会えるの楽しみにしてるね。あ。茶髪も本当に、でも結構ね、そう、茶髪も好きって言ってくださる方いてね、嬉しかった。待って、一旦書きます。すごい、レベル5、ありがとう。
ありがとうございます。初日からいっぱいありがとうございます。もしカミーラクルクさん、あ、確かにそう、眉毛、そうだね、眉毛さ、めちゃめちゃ難しい中で眉マスカラするのに苦手なんだよねなんかべちゃってついちゃってさ、うまくつけれなくって、一回ね、眉毛のね、脱色もしたことあって、それで結構ね、その時ハイトーン、ちょっとそのブリーチして紫入れて、でそのちょっと明るい茶髪だった時に、あの眉毛の脱色もしたんだけど、自分でだからさ、それでその状態で黒髪に戻した時にさ、めっちゃ不自然でさおかしかった。でそう、眉毛ね、眉毛にめっちゃ時間かかる。でも今日はね、うまく描けたよ。今日ちょっとあのそのさ、ホテルでさ泊まってて、洗面所でね描いたんだけどね、今日はねうまく描けたよモーナー黒髪ありがとう。いつも眉毛も、え、本当に嬉しい。でもたまにね、たまにちょっと失敗してるときは、ここさ、なんかわかんない、たまにここが欠けてなかったりとかさ、あのちゃんとさ、ここ隙間埋まってなかったりとかさ、ま、そう、そういうときある。キューピットクマちゃん、キューピットクマちゃん、リガンも、よいしょ、はい、かけた。初見です、ありがとう。やめとなでしこサンライズさん、ありがとう、ありがとうございます。はい、深見くん、ありがとう。キューピットくまちゃんたま、ありがとう。ありがとう深見くん、いっぱいありがとう、ありがぽありがとうございます。コルトさんありがとう。あ、コルトさんいっぱいありがとう。レインボースさんありがとう、ありがとうございます。コルトさんありがとう。ノンタン、ノンタンいっぱいありがとう。レインボースさんありがとうね、ありがとう。ダイゴ、レインボースさんありがとう、ありがとうね。ノンタン、ラブレットありがとう、いっぱいありがとうありがとう。今回ね、あのあれなんです、勝手に切れないよ、あれ今回なんかこれ勝手に、ね、切れないからね、大丈夫だよ。なんか今回ね、そのメンバーとその始まりの時間だけ決めてて、そう、始まりこの時間から配信するっていうのを決めてて、その終了時間はあの自由っていうのを聞いてるから、もうちょっと配信しようかなって思ってるんだけど、そうそうだよね、ひめりまだやってる、そう、まだちょっとだけやろうかなって思ってます勝手に切れ、え、わかんない、そう3時間までできて、そうだから大丈夫ですそうそうそう、そう、終わる時間はそういう何時までって決まって、始まりの時間だけね、そう決まってる。そうそうです、そんな感じかのみん、ありがとう、ありがとうね。延長戦あっつって待って、え、ちょっとこの前さ引いたさ、あの平垢のやつ持ってきてもいい？
アディショナルタイム。ちょっと待っててね。よいしょ。よいしょ。あ、ブラボーブラボー。勝手に延長戦って、あ、そういうこと？ワールドカップのこと言ってる？ワールドカップ、そういうことか。厨房でかけた歌みたいなの違うんだよ。あのね、これこのカンカンがね、そう、カンカンの蓋が落ちちゃって、そんな感じ。あ、それでね、うん、これ出たの。そう、カンの音、大丈夫大丈夫。カンカン、あのね、このね、ディズニーのなんかお菓子のさ、お菓子クランチ、チョコレートクランチが入ってる、そこのこれに、この箱に、あの、ペンライト入れてたんだけど、ペンライトじゃない？ねえ、もうバカもうバカそう、あの、ペンを入れてるんだけどね。そう、さっきさ、ペンライトの話しようと思ってて、頭の中ペンライト、ことあって。そうじゃん、出しちゃダメ、ダメだ。あ、でも、やばい、ペンライトじゃない。あの、ペン。もうさっきからさ、なんか、頭で思っ、何？なんていうの？胃を、なんかさ、え、なんていうんだろう？頭で思ってることと、頭で思ってることと、なんか言おうとしてること、なんか、これ言おうとしてるのにさ、頭のどっかで、なんかさ、違うことを思ってて。そう、ちょっとね、バカした。で、そう、サインペン入れてたの。それでね、そう、第2弾のね、ステッカー引いたらね、やっと出たの。2枚ね、なんか、その、第1弾の時ね、出なかったから、あの、あ、また出ないかなと思って、まあ、なんかちょっとそんなに期待値あんま低めだったのね。そう、仲良しじゃない二重人格中の人じゃないね。仲良しじゃなくて、待って、何言おうとしたんだっけ。そう、あんま期待値低めだったんだけど、低めで、それで開けて、で、2枚入ってて、えと思って、なんか、とどろきくん出ますようにって、こう、なんかさ、強く願うほどしか出なくて、なんかそんなに出ないかな。そう、期待値そっちゼロだったの。ろれつ回ってない。そう、だから、あ、珍しく引き強かったと思って。さあ、あとトカちゃんも出た。あと、あ、もうね、毎回ね、つゆちゃんも出た。毎回ね、つゆちゃん引いてる気がする、私。そう、当たりくじ引いたの、私今回。あとね、みなたくんもね、2つ出たの。ミネタくんを友達にあげる。トガちゃんと、あとね、なんだっけ、飯田天也、飯田くんも出た。これもマネージャーさんにあげようかな。マネージャーさんがめっちゃ、あの、リュックにね、飯田くんのキーホルダーとかつけてて。あ、そう、物欲センサー察知されなかった。そう、だからかな。トガちゃんのコスプレ似合いそう。あ、本当に似合うかな。で、リリちゃん言ってたよね。やりたいな。そう、撮っておいてる。でも一回、なんかね、スマホの裏にね、つけようとも思ったんだけどね。それもなんかもったいなくてね。もったいなくてね、つけれない。でもね、使いたい。桐島くん、ラムネが推してる桐島くんはね、出なかったんです。出ませんでした。そう。
でもつゆちゃんは毎回寝る。この子はね、毎回ね、毎回私引いてる。フォローしました、トッシーちゃん、ありがとう。そう、そういうのつなるよね。わ、すごい、待って、カッパ入り、ありがとう、いっぱいハートいっぱい、ありがとう、ありがとうね。あ、のんたん、のんたん、いっぱいありがとうね。のんたん、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとうだよ。いっぱいありがとう。ショーズ好きすぎて、クリスマスケーキホールとは別にショーと予約したい。ショーと好きすぎてクリスマスケーキホールとは別にショーと予約したい。どういうこと、ショーと予約したい。あ、とどわきくんのケーキを予約したいってこと。あ、明日早いから先に寝ます、可愛い配信ありがとう、よしふみさん、いつもありがとうね、見に来てくれてありがとう、お仕事頑張ってください。きよみさん、こんばんは。イヤリング、そう、イヤリングね、あのメルシナさんのだよ。あ、メルシナさんので、 M ってメルシーナの M でもね。あ、そういえばさ、あのね、さっきさ、お友達からさ、プレゼントでさ、アイシャドウもらったって言ったじゃん。これで刻印されてるの、すごくない？最近のなんかアイシャドウ刻印できるらしい。刻印されててめっちゃびっくりした。 MM、 イニシャル MM なんだよ。こんばんは。すごいね、そうだからね、そこはこんなさ、刻印されてたらさ、もうね、もうちょっと使うのね、もう一生大切に使う。そう、ももな松本、そう、私もびっくりした、小さいショートって名前だけ、経験が、そうなんだ、それは頼みたい、そういうことね。ホールケーキとショートケーキって、あ、だからショートケーキを取りたいってことね。あー、なるほどね。確かに。かわいい。こんばんは。そう、あとね、私のお財布もね、刻印されてるんだ。MM って。ママがね、プレゼントしてくれたんだけど。あ、それは誕生日じゃ、お誕生日プレゼントじゃなくて、前にお祝いみたいなので買ってくれたんだけど、それも刻印されて、いいよね。一回ね、あのスマホケースもね、刻印しようと思ったんだけどね、やめた。そう、 M 多いんだよね。 M 多いし、あとあのローマ字にするとさ、めっちゃ長いの、なんか。だからさ、いつもさ、その T シャツとかのさ、裏面にさ、名前とかあるじゃん。そう、あ、でも橋本桃子も同じぐらいか、同じだ。明日もお仕事だからお風呂入ってくる、最初見てくれた、こちらこそありがとうね、れいなちゃん、ありがとう。スペシャル感あるか、そう、あるよね。あ、確かに、嘘、ミネタくんってさ、あれ何？ミネタミノル、ほんとだ。ミネタくんと一緒だった。そう、 M が多いの。その M ね、あ、全然イニシャル MM じゃないけど、これから MM だし、あ、ほんとに？ MM ね、刻印してくれる？MM 多いから、 M ローマ字だと M が一番好き。
明日バイトの面接だから、え、頑張って、ゆうりさん頑張って、バイトの面接めっちゃ緊張しそう、めっちゃ緊張するで、絶対もう緊張して私喋ること飛んじゃいそう絶対まばたき多くなっちゃう、私あとろれつ回らなくなっちゃう、絵もかすってもないわ絵でもさ名前み、みってあれ入ってないっけ、み、最後の最後のさ、え、M 入ってない最近衣装で入ってるもの見ると無意識に、え、ほんとに私、私の M 私の M かな、かわいい昨日誕生日だった、お祝いして、あ、おめでとう、え、すごい、私のお友達と一緒じゃん、おめでとう、素敵な一年にしてね。まばたき、そう、あの緊張するとね、あのまばたきね多くなっちゃう。今でりさんの可愛い、本当に嬉しい。M ね、確かに可愛いよね。そういえばこの間上司におはようございますチャレンジしたら見事に決まってバレんかったさ、え、そうなのすごい、バレなかったんだ、でも確かにおはようございますあんまね分かんないよね、おはよう、おはようございます、分かんない、えー、すごいじゃん、チャレンジしたんだ、面白い、その休みたかったなイニシャル RT? あ、そっか、あれ、あ、でも RT、 いや、わかんない、名字わかんないけど、リツイート、確かにリツイートじゃんリツイートくんだ、リツイートたん初見です、レイさんありがとう、アキちゃんかわいい、ありがとう20分頃になったらランキング読もうかな初めまして、ありがとう、ありがとうございます、ココナツこんばんは、あ、すごいいっぱい飛んできた、ありがとう、すごいありがとう、10年、おはようチャレンジって水曜日のあたり、え、確かに、え、水曜日今日さ、あ、もう始まってるか、今日水曜日のタンタン面白くてね好きなんだよね毎週ね楽しみに見て、あ、そう、スクショタイムも、ね、25分になったら、10時25分になったら撮ろうかな、え、ぜひいつかライブ来てください、ぜひ待ってます、うん、寒いね、めっちゃ冷える、名古屋さ、めっちゃなんかさ、あれだった。途中、なんかところどころ風ね、結構強くてね。ちょっと肌寒かった。ゆうりちゃん?あ、じゃあゆうりちゃんって呼ぶね。ありがとう。ゆうりちゃん。いっぱい文字ついててかわいい。ありがとう。え、そう、モンスターラブ。モンスターラブさ、そう、前回さ、なんかね、すごい、もう続きが気になる終わり方したから、そう、今日ね、楽しみにしてた。あ、なんか、暖かく過ごしてね、ありがとう、こちら、ね、みんなもね、暖かく、暖かく過ごしてね。本当に、お家にいるのにさ、めっちゃ足とかさ、手とかもめっちゃ冷えるもん。暖かく滑舌がちょっと、そう、バラエティ系ね、うん、見るよ3月頃ライブ、え、ぜひぜひぜひライブイベント来てください、いつでも待ってます、タカデコはいつでも待ってます
寒すぎて仕事中死ぬ。え、わかるよ。私もさ、もう寒すぎて本当にカイロとかも必須でもね、貼るカイロだとね、暑くてねすぐ外しちゃうんだけどね、あれが好き。あの貼らないカイロ、こう手でさ持てるさ、あのカイロが好き。フィナンシ豊洲見ました、ありがとう。え、この前のかな、え、このつい最近やった台湾ライブのかな、ありがとう、楽しかったありがとう。うん、今日クリアのチケ発見してきた、楽しみ、ありがとう。そう、今日ねクリスマス配信イベント、今日初日でしたが、ありがとう、みんないっぱい参加してくれて、ありがとう。お星様いっぱいありがとうね。多分ね、こうねいっぱいやってるとさ指疲れちゃうから、休んでね、ちゃんとちゃんと指を休めてね。うん、クリライト27日の台湾、楽しみ、ありがとう、のりありがとう。最初楽しい、あ、ほんとよかった、楽しめたのはよかったです。またぜひ来てください交互に指使ってるから、あ、ほんとに、あ、すごいね。何これ人差し指でさやってるの。新幹線のお弁当で食べてない、食べてないよ。駅弁とか食べてないよ。会社行くとき室内は暖かいから、着すぎると暑くて服装、あ、確かにわかる。私もなんか部屋、そうヒートテックさ持ってきてたんだけど、でもなんかめっちゃさ晴れてたからさ暖かそうだなと思ってさヒートテック着なかったんだけど、あの寒かった、間違いだったあの着とけばよかったって思ったうん、暑がりの人がいた、あー、た、大変だうちの弟もね結構ね暑がりなのか寒がりか分かんないけどね、半袖着てる寒いのに寒い中半袖着てるんだよねモナちゃん暖かくして寝てね。みんなもね風邪ひかないように暖かくして寝るんだよ苦戦、暖かいって言葉に苦戦、寒くて震えて指だと星投げ、そう、あ、そういうこと、確かに寒い、でもそんなそこそんな無理しないで大丈夫だよ無理せず、え、わかんない、半袖ね寒いよって言ってるんだけどね、なんか半袖着てるんだよ私ね、寒がりだし、でもわかんないどっちなんだろう、でも暑がりでもある、なんかだって夏とかだとめっちゃ冷房とか、そう冷房とかつけてる、扇風機だったりとかつけてて、でもね冬はねなんかさその暖房さ、暖房つけると暖かいけどさめっちゃそう乾燥するからさあんまねつけないの、もうさ乾燥肌だからね、もうこの時期はねめっちゃ保湿が大事なのめっちゃ保湿が持って可愛くてごめんな、男性今もおもな、今ももらちゃんパート覚えてるの、そうなの、踊るの、楽しみだね、ありがとう、嬉しい、ぜひ振りコピしていいね、あ、寒がりそうだよね、わかる、アンチファンの衣装暖かそうだけど半袖、そうそう半袖だけどね、なんか素材はめっちゃそのベロア素材だから、なんかなんて言うんだろうね、ベロア素材ってなんて言うの、でもちょっと分厚めなんだけど、夏はね暑いけど冬はあれが長袖だったらあれだったかも、めっちゃ良かったかも、うん、そう暖房ね、あとね乾燥して喉とかもさ痛くなっちゃうからね、なるべくね、だけどあれはつけてる、床電気毛布ね、もう早速つけてるよ、だからめっちゃねあったかい、今もねあったかい、
暑いのも寒いのも、わかる。私もね、両方ダメ。両方ね、ダメだね。もうどっちも。寒がりだし暑がり、どっちも。待って、じゃあそろそろ、ランキング読みたいと思います。ランキング読みまーす。ちょっと待って。あれ？読んだかな？読んだか。読んだよね。うん。まずは、13位、ひらひら。12位、ハチポチ。11位、ほのりん。10位、コルタさん。9位、テツさん。8位、ウタ。7位、カッパ AD。6位、マッツン。5位、5位。これなんて読むんだ。5位、なんだろう。アイさん？ L かな？バーコード？バーコードでいい？合ってたか。バーコード。5位、バーコード。4位、タナピー。3位、深見くん。2位、ノンタン。そして、1位は、ジュリピー。ありがとう。いっぱいありがとうございます。ありがとう。ちょっとさっきさ、10%になっちゃったからさ、ちょっと重いんだけどめっちゃ。ありがとう、見てくれて。ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様。ありがとう。嬉しい。もう初日からね、いっぱいね、お星様だったりとか、ゲストとか、コメントとかいっぱいしてくださって嬉しかったよ。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと待って、あと2分後に、あれしますね。2分後に、なんだっけ。スクショタイム、撮ります。楽しかった。もぐみ最高。何？本当に？今さ、ちょうどみんなのアバター見てるときにさ、あれ？ティーラ見てると思って。見てたの。ありがとう。うん。旅行代にありがとう。ゆっくり休んで。ありがとう。みんなもね、ゆっくり休んでね。ありがとう。暖かくするんだよ。ありがとう。お疲れ様。ありがとう、まるこしちゃん。本当？そう、その時ね、なんだっけ、あれって出たんだよね。なんだっけ、あれだよ。充電あと、何パーですっていうの出て、だからそれで戻ったのかな。そう、あれ。本当にさ、なんか、配信だと、本当に、言いたいことなんかね、もう頭もなんかね、出てこない。回転なんかね、遅くなっちゃう。お疲れ様でした。最近家族内でお疲れ様使って、本当に可愛い。家族内で使ってるの可愛い。ありがとう、いっぱい使って。言いたいことがあるんだよ。まさに、そう、まさにそう。じゃあ、スクショタイム撮りたいと思います。何のポーズしてほしいか送ってください。待って、可愛くてごめん。なんだこれか。もウィンクでハート。どうしよう。どうぞこれ。お腹鳴る。
え、待って、ワールドカップ、わかんないわかんない。これさ、足まで見てたら、わかんないよ。猫。こんな感じ？ファンさん？え、アンブレカブルのシー、え、わかんないよ。わかんないよ。けど、あ、愛しなもん。続いてはドアップ。やりすぎ。あ、ちょっとでも端っこにしよう。やった。もっといける。あー、ちょっともうちょっとで、ちょっともうちょっと奥行きがあればいいんだけど、あんまなかった。インカフェとかして、ほんと？おねんね。くせやこんな感じかな？あ、うん、ないしょ？こんな感じです。インカポーズに真剣部か。真剣。こんな感じですかね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いっぱい、ぜひ18日まで配信イベントあるので、よかったらまた見に来てくださると嬉しいです。また見に来てね。ありがとう、楽しかった。みんなのおかげでめっちゃすごいレベル5になってる。すごい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。そう、あとね、もう少しでね、 TikTok ね、10万人になるの。あとちょっとなの。よかったら TikTok フォローしていただけると嬉しいです。宣伝。ありがとう。あとよかったら後楽園で私とミックルンで店内放送流れてるので、よかったら行ってみてください。ありがとう、お疲れ様でした。ありがとう、みんなゆっくり休んでね。で、ありがとう、みんなゆっくり休んでください。またまたぜひ配信見に来てね。ありがとう、楽しかった、私も。ありがとう、またねー。待って、3717人の方見てくださってありがとうございました。バイバイ、また告知します。ありがとう、ありがとう、ありがとう、バイバイ。